ブリ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 。どうも皆さんこんにちは。お久しぶりのゆずきゆかりです。お久しぶりのゆっくりです。今回はメタルギアサバイブの RTA にてなかなかの高タイムが出ましたので解説していこうと思います。またマイナーなゲームやってるな。簡単にご紹介すると、ステルス要素があるゾンビタワーディフェンスゲームです。メタルギアにゾンビなんて出るわけない。画面構成にはビームシステムをお借りしています。上の四角に詳細を記述し、横の四角では字幕を挿入します。残念ながら大人気ゲームにもかかわらず RTA 奏者がほとんどいないため詳細なレギュレーションがありません。大人気じゃないんじゃ。しかし作ったので安心してください。なければ作ればいい理論。これで皆さんも安心してサバイブ RTA ができますね。これで皆さんも安心してサバイブ。いや聞こえてるから2回言わないで。操作可能と同時に採掘機へダッシュ。途中の坂は無視して建物の屋上へと上がります。この際内部の入り口から入るより外周の壁をよち登った方が早いです。ガジェットスリングウェルにバームホール生成器をセットしすぐに設置できるようにしましょう。忙しいね。通常このミッションは準備フェーズと防衛フェーズを交互に繰り返しますが、時間の関係上準備フェーズをすっ飛ばします。これを専門用語で即起動と言います。タイム短縮を狙える反面防衛がおろそかになってしまうので上級者専用のテクニックと言えるでしょう。ど真ん中に補助採掘機を設置して採掘のさらなる時短を図ります。敵に狙われやすく破壊されたら即リセットなので気をつけましょう。即リセット。ここまでで開幕の動きが終了です。敵が出現してくるまでに少々時間があるので簡単な防衛を施し1ウェーブ目に備えましょう。屋内の敵は全部で3体います。初期配置は決まっていますがランダムに配置がぶれますので臨機応変に対応しましょう。多少ぐたっても大きな影響はありません。慌てず急いで正確に。ここで弾がゴールポストに嫌われます。ほとんどタイムに影響はなく今後まだ運営が残っているのでここは目をつぶりましょう。フレームトラップ2枚を設置したら敵さんを倒しに向かいます。区番結晶で1箇所に集めグレネードで1号打ちにしましょう。ちなみにラスボス戦はこの2つのアイテムだけで貫通できます。区番化石に周回しましょう。さてここからは区番エナジーを乱獲していきます。敵を倒すことで入手可能な区番エナジーですが主に採掘機を加速するのに利用します。採掘機を加速するとウェーブが早く終わるので時短になりますが敵を倒す時間が少なくなり次の加速用の区番エナジーが足りない事態が発生します。つまり時短と乱獲のバランス管理が重要です。プレイ中の私も加速せずに今は乱獲タイムです。最終的に1ウェーブ目終了時点で6万区番エナジーほどあればいいでしょう。だんだん頭が痛くなってきた。慣れれば今どのくらい溜まっているかわかるようになります。加速は最大4回まで行うことができファイナルウェーブ以外の全てのウェーブで利用可能です。加速1回につき必要な区番エナジーは5000で終盤になるにつれて増えていきます。そろそろ必要分集まりましたのでデコンを投げて採掘機に戻りましょう。この転送中が唯一の休憩時間です。食事やトイレはこの間に済ませましょう。なむちゃな。加速しようかと思いましたが敵さんが密集しているので倒します。密です。ではようやく加速していきましょう。合計で3回ほど加速すれば OK です。4回まで加速してしまうと次の区番エナジーが足らなくなります。ここからはひたすら区番を稼ぎましょう。全然防御アイテムとか置いてないけど大丈夫なの？大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないんだ。本来は室内にあらゆる防御策を講じるべきですが今回は時間がありませんからね。本格的な防衛は次のウェーブからです。ちなみに採掘機を殴られると加速が止まるのでリセットです。経験者は語る。ですのでアリ1匹通さないつもりで防衛しましょう。さっきからいるビリビリしてるゾンビは何者？属性ワンダラーさんですね。グレネードでは倒せないため属性武器を使う必要があります。彼らはショック属性ですのでフレイムかフロスト属性が有効です。他にもこのゲームには様々な種類の敵が登場します。今走ってる速いやつもその一人です。狙っている間に結構攻め込まれてますね。アゲファー。理想はグレネードで倒すことですが一定ラインを超えて採掘機に近づいた敵さんはこちらの誘導を一切受け付けなくなるので厄介です。あまりトリガーハッピーは好きじゃないのでしっかり前線で対処しましょうと言いつつも彼らはもうダメそうですね。採掘の進行とともに誘導できなくなる範囲も拡大されていくのでなるべく序盤はグレネードで処理したいところです。走行しているうちに1ウェーブも終盤に差し掛かってきました。あれまだウェーブ終了まで2分あるよ。そうですね。しかしこれはあくまでも制限時間です。実際は下のメーターが D まで溜まると1ウェーブ目が強制終了となります。つまりこの RTA はいかに早くこの上限に到達できるかという勝負です。そのため今回のチャートではあえて1ウェーブ目から飛ばさずに来たる2ウェーブ目と3ウェーブ目に備えて区番を貯めているのです。そんなわけで上限に到達しました。今更だけどこれって何ウェーブまであるの？4ウェーブまでですね。大体4ウェーブ目はファイナルウェーブと呼ばれていますがちなみに一番難しいのは3ウェーブ目です。あれ最後じゃないの？後半になるにつれ難しくなるのは想像できるかと思いますが最後は採掘機の真横から敵が出現します。終わった。それがめちゃくちゃ簡単なんですよね。何はともあれ1ウェーブ目はクリアです。さて第2ウェーブですがデバステイターと呼ばれる強力な敵が開幕と同時に出現します。ほっとくと採掘機めがけて特攻してくるので速攻で対処しましょう。そしてここからが本格的なタワーディフェンスタイムです。今まではタワーディフェンスじゃなかったのか。
アイテムを駆使して2階に続く階段を封殺します。敵はどのルートでも確実にこの階段を通るので、ここさえしっかり守れれば負けることはありません。ワームホール生成器のリチャージが完了するまでに設置を済ませましょう。チャージ完了と同時に採掘機まで戻ります。今だけが気が抜ける時間です。仮眠を取っておきましょう。なむちゃな。ゆっくり。最初に大型戦術兵器を要請します。大型戦術兵器、今にわかりますよ。あとは脳死で4加速して構いません。この時クバンエナジーの入手量が十分ではない場合、大型戦術兵器を呼ばずに加速に専念しましょう。加速が終わる頃にシャガホッテさんがデバステイターさんを引き逃げダイナミックしてくれているので、あとはデレコードをしてくれることを全力で祈り、これはそこそこデレコードを思いっきり突撃されてたよ。受け流しが可能な上、あれを採掘機にやられたら即リセットですからね。また自分めがけて飛んできてもらった方が良心的です。今回はいい個体でしたが、少しでも遅れると取り返しがつかないことになるので気をつけましょう。今のも少し危なかった。ここまで来れれば2ウェーブ目は簡単です。あとはどんな動きをしても採掘機を攻撃されて加速が止まらない限りタイムに影響はないので、ゆっくりクバンを稼ぎましょう。ゆっくりしていってね。3ウェーブ目に必要なクバンエナジーはおよそ8万クバンエナジーです。ちょっと強めの床暖房を設置して継続的にダメージを与えましょう。発火しているのですが、老朽化による故障ですね。健康に害はないです。生命に害がありそうです。さて時間にも余裕がありますし、サイドミッションに向かいます。採掘の進行中にたまにサイドミッションが発生し、このようにイリスエナジーや素材を入手できるのですが、発生するタイミングがランダムで採掘機から遠い場所にも発生するため、チャートに組み込みにくいシステムです。防衛がおろそかになってしまったら元も子もないので、行けたら行く程度の優先度です。8割行かないやつ。さてそろそろボスクリーチャーを削りに行きましょう。ボスクリーチャーを討伐すると全体の1割のイリスエナジーを獲得できます。大幅チタンのチャンスですので絶対に討伐するのですが、今はまだ倒しません。瀕死に追い込みます。どうして？ボスを倒して入手できるイリスエナジーも採掘の上限に引っかかってしまうため、倒すタイミングが重要です。重火器には威力減衰があるので若干近づきつつ撃っています。弱点は股間と顔です。おそらくオス個体ですね。オス個体。ボスとは名ばかりで、ステルス迷彩を起動すればこちらに一切気づかないので、一方的にボコボコにすることができます。敵の体力が 20% 以下になればもう OK です。採掘機に帰還しましょう。ここからは厄介な敵だけを手動で処理していく作業です。先ほどクリーチャーには様々な種類があることをお話ししましたが、ここからはボマーとトラッカーの2種類のみを集中的に処理します。というか他のクリーチャーは無視します。倒さなくて大丈夫なの？はい、床暖房が上手に焼いてくれます。これこそがメタルティアサバイブの基本戦術です。人類保管計画と名付けましょう。関係ないよね。おや、床暖房が壊れそうです。当然設置したアイテムには耐久力があります。ないとぬるゲーですからね。タレット系のアイテムには耐久力の他に残り弾数もありますので、たまに様子を見に行かないと気がついたら弾切れで決壊してます。経験者は語る。ここで空気砲を補充しておきましょう。事前に持ち込んだアイテムと現地で調達したクバンを使用して空気砲を2つクラフトしておきます。おや、外にトラッカーの気配です。彼だけは階段を通らずに直接採掘機に飛び込んできます。行動パターン的にはプレイヤーに飛んでくるはずなんですがね、こちらを視認できないと予想できない挙動を起こすので早めに処理します。ここで現在の入手クバンエナジーと捕食地ドーピングの残りを確認しています。場合によってはクバンエナジーの入手効率を上げるためスナイパーで適度に間引きしてあげましょう。さてさて、そろそろ床暖房が壊れる頃でしょうか？だから床暖房じゃないと思うの。すごく微妙に残っていますね。解体資料か悩みます。スキルのリペアとあれば修理可能なんですが、今回は外してきてますからね。キャピン、何か思いついた音です。モマーを逆に利用してやりましょう。彼の爆発に巻き込まれて壊れるはずです。やったぜ。珍しくうまくいった瞬間である。何はともあれこのウェーブももう終わりそうです。3ウェーブ目は最難関ですので気を引き締めていきましょう。そんなに難しいの？はい、メタルギアの新作が発売されるくらい難しいことです。めちゃくちゃ難しいね。ウェーブ終了時に衝撃波が出るのでしゃがんでおきます。しゃがまないと4秒ほどのロスです。入念に残りのクバンエナジーを確認しておきます。足りなかった場合即リセットです。経験いからく。今回はギリギリ足りそうですので、ようやくスタートラインに立てますよ。ここがスタートラインなのか。終了と同時に採掘機を再起動。事前に伏せておくと最速で行動できます。再起動完了まで少しインターバルがあるので、この隙に補助採掘機を起動しに向かいます。補助採掘機の場所は一番南側です。というかもうここ以外置けません。設置が完了次第即メインの採掘機に帰還します。ここが唯一の休憩時間です。リミッター制御装置のバーカーは脱いでおきます。リミッター制御装置だったんだ。開幕は忙しいので防衛がおろそかになります。テコイを巻いて時間稼ぎしましょう。開始と早々に採掘機にアクセスして加速を3回ほど行います。1回の加速ごとに画面を閉じてしまうのがなかなか酷です。仕様だから仕方ないのね。加速が3回ほど終わりましたら、大型戦術兵器を再度要請します。大型戦術兵器の要請ではメニューが閉じないので、そのまま4加速目を行いましょう。4加速終了後、再度防衛設備を設置しに行きます。2ウェーブ目に置いたものは先ほどの衝撃波で破壊されました。反対側の階段は残っていることに期待しましょう。
残っていなかったらピンチです。ピンチ？序盤に話した運要素ですよ。負け確定ではありませんが、時間が取られてしまうため失敗することが多いです。そしてこれはラッキーです。デバ夫人が瀕死になってくれていました。シャグホットさんの引き抜けのタイミングが良かったみたいですね。ここで浮かれて痛恨のミスです。なぜかドアを破壊します。ドア全くいいの見返しても無駄な動きですね。少ない時間を無駄にしてしまいました。さてではボスクリーチャーを討伐しに向かいましょう。ゆっくりしてると御所採掘機が破壊されてリセットです。ゆっくりしないで行ってね。おや、ソスさんのフォルムが変わってますね。まあ関係ありませんが、目の前にサイドミッションが発生しています。ここはチャートにない動きですが、冒険してみましょう。銃を拾おうとするモーションが入ってしまいました。失敗です。拾うボタンとリロードボタンが同じなので、銃を切り替えないで拾いに行くべきでした。まあ補助採掘機が無事ならタイム。補助採掘機か、早すぎる。フラグ回収。破壊されたら即リセットですからね。何としても守ってみせます。首の皮一枚繋がりました。危なかったね。とりあえず持ってきた鉄フェーズを設置していきます。耐久力はありませんが、高い汎用性があるのであらゆる状況において使えます。敵の攻撃を通さないで、こちらの銃撃を通す万能ガジェットです。さて、様子を見てファイナルウェーブ用の防衛設備を設置しに行きたいところですが、なかなか隙がありませんね。補助採掘機の耐久力はもうほとんどないので、目を離した途端に破壊されないか心配です。スナイパーライフルの残り弾数も少なくなってきましたし、ここからはあまり弾を無駄遣いせずに補助採掘機を防衛していきましょう。敵さんたくさんいるけど大丈夫なの？幸い、クリーチャーの出現個体数には限界があります。今現在屋内にクリーチャーさんが大勢溜まっているため、しばらく耐えれば敵の出現が止まります。通称、クリーチャー飽和状態です。これは敵の数が増えすぎて、ゲームが重くならないようにするための仕様です。不正なブリッジなどではないのでやしからず。と、話をしているうちに敵さんの出現が緩やかになってきました。今見当たっているクリーチャーを対処したら、この場を離れましょう。サンウェーブも残り少ないので、早めにファイナルウェーブの準備をしなくては。さて、完全に敵の出現が止まりました。クリーチャー飽和状態だね。何ですかそのセンスのない言葉は。ゆかりさんが言ったんじゃん。先ほどお伝えした通り、ファイナルウェーブはめちゃくちゃ簡単です。採掘機の真横から敵が出現しますが、採掘機めがけてくるわけではなく、近くにテコイがあればそれに誘導されるので、うまく無限に採掘機に近寄れない構造を作成します。補助採掘機はギリギリ耐えれてそうです。これはもろった。この時点でほぼ勝ち確定です。勝利が見えてきました。いきなりだね。あとは簡単ですので、ミスらなければ高タイムを叩き出せるでしょう。最後も準備フェースをすっ飛ばすために採掘機付近で即起動の準備をします。ファイナルウェーブに必要なクバンエナジーはゼロです。ゼロ？はい、加速の必要が一切なく、3分間耐えればクリアですので不能です。では最後まで気を引き締めていきましょう。テコイを所定の場所に配置します。300回に1回くらい油断してここで失敗するので注意です。300回に1回で。しかしつい1試合前ここでミスったので、あと299回連続で成功します。その理論は絶対におかしい。ここも起動まで若干インターバルがありますので、必要なものを揃えておきましょう。反対側にもデコイを設置しに向かいます。このデコイがないと敵さんがもろに採掘機めがけてくるので、一瞬で採掘機が消し飛びます。経験者は語る。デコイを置き終えましたら、最後に一仕事残っています。トラッカー3体の排除です。逆立ちしても負けることはないので、慌てず急いで正確に対処していきましょう。あ、一応弾薬補給でスナイパーライフルの弾は補充しておきます。弾薬補給とは携帯できる弾薬の3割を補充するシステムです。3回使えばほぼマックスだと思ったさこのあなた、当然1人1回までです。うぬぬ。念のためダメ押しの空気砲を設置して最後のトラッカーを倒しに向かいます。出現位置は毎回固定ですので、順番を覚えてしまえばぬるゲーです。最悪名前が強調表示されるためマップのどこにいても見つけられます。地の果てまで追い詰めてやりましょう。お疲れ様でした。あとは何をしても OK です。今何でもするって言ってませんよ。では残りの時間でご紹介しきれなかった箇所を解説していこうと思います。まずはサイドミッションについて。サイドミッションでイリスエナジーが降ってきた際に、今回はチャートに組み込みにくいという理由で積極的に入手していませんでしたが、可能ならば絶対に取りに行った方がいいです。取りに行った方がいいんだ。はい、しかし見ていただいた通り、かなり時間に余裕のない状況が続いていましたので、トロタとおそらく厳しいでしょう。幸いこのゲームは4人まで協力プレイが可能ですので、マルチ RTA を走る際はチャートに組み込んでみてください。なお PC 版は人口が少ないので4人集まるだけでも奇跡ですが。かそっちゃったんだね。発売からわずか3日でクイックマッチがヒットしなくなった時は絶望しました。プレステ版はまだ人がいるそうですので、今から始める方はそちらを買いましょう。誰も買わなそう。買え。それからゆかりさん直伝のこの RTA を走る人へのアドバイスです。技術や能力云々より立ち回りを磨きましょう。実際この RTA はそんなに難しくありません。立ち回りやアイテム構成を考えるまでの方が大変でした。あとは考えた立ち回りを実現できるまで何度も周回すればいいだけです。他の RTA もこんな感じなんでしょうか。このゲームが初 RTA なのでわかりません。まあそんなに難しくない RTA ですので、ぜひ挑戦してみてください。というかサバイブ人口が少ないので、ぜひサバイブ買ってください。これが本音だね。不定期ながらこのチャンネルではメタルギアサバイブの参加型配信を行っています。チャンネル登録はしなくていいので、ぜひ配信に遊びに来てください。うつ主の生声が聞けるぞ。そう言うとみんな来ないので言っちゃダメです。はい。さてファイナルウェーブも残り1分ほどです。ミッション中に獲得した素材やクバンエナジーは持って帰れないので、フォークの修理やアイテムを作成して使い切ってしまいましょう。持って帰れないんだ。はい、検証しましたので確実です。意外と気がつきにくい落とし穴ですね。私もつい最近まで知りませんでした。ねえねえ、下に溜まってる敵さん倒さないの？彼らですか？倒しませんよ。今は先ほどお伝えしたクリーチャー飽和状態です。
ここで倒してしまうと、最初に倒したトラッカーがリスポーンしますし、弾を消費してしまうので、資材の無駄です。敵を倒して入手できるクバンエナジーも持ち帰れないので、デメリットしかないですね。なるほどねー。ですので、3ウェーブ目とファイナルウェーブは、なるべく敵を倒さない方がお得です。マルチプレイでバーサーカーみたいに殺戮しているあなた、めっちゃ損していますよ。これは普通思いつかん。倒しちゃうわ。私はお師匠さんから、絶対に倒すなと言われましたからね。師匠。空気砲講座を聞くのが嫌で破門しましたけど。というわけで、ファイナルウェーブも終わりです。最後にシャコホットさんを召喚しましょう。ボルギンさんはついてないんだ。つくと弱体化しそうですし。ボルギンさんかわいそす。ファイナルウェーブ終了と同時に計測終了です。お疲れ様でした。さて、古墳。完走した感想ですが、これ言ってみたかったんだろうな。当初の目標である14分30秒台は達成できました。あとは14分前半を目指したいですね。今回もまだ至らぬ箇所がいくつかありましたので、切り詰めれば3秒程度は縮まると思います。今後も精進を続けましょう。頑張ってねー。あと今回は空港マップですが、他にもこのゲームには多数のマップが実装されていますので、そちらの RTA にも挑戦していきたいです。まあどれも空港より難しいので期待しないでください。頑張ってねー。それではご視聴ありがとうございました。マスター、最後に報酬画面をお見せします。興味のある方は見ていってください。